に来ると辺りは轟音に埋め尽くされています。はい、幻想尺八回入江陽介です。今回は世界最大の滝、イグアスの滝に行きます。この滝は日本から見ればほぼ地球の裏側のような場所にあり、ブラジルとアルゼンチンの国境にまたがっています。なんとあのナイアガラの滝よりもはるかに大きいそうです。一体どれほどの巨大さなのでしょうか。それでは行ってみましょう。こちらは南米の国パラグアイのバスターミナルです。まずはバスで国境付近の町に向かいます。日本語はもちろん英語もほぼ通じず、現地の言葉を話せないので乗車券を買うだけでも頑張りが必要です。国を横断するほどの距離があるため7時間ほどかかり、夜になりました。町に到着したのでタクシーを拾い国境に向かいます。パラグアイを出国します。そして橋を渡りブラジルに入国です。深夜になったのでブラジルで一泊しました。夜が明けたので町のバスターミナルからイグアスの滝がある国立公園へ向かいます。イグアス国立公園に着きました。チケットを買い入場ゲートに進みます。ここから園内のバスで滝の近くまで向かいます。窓ガラスがなく外の風が心地いいです。いよいよ滝の近くに到着しました。こちらがイグアスの滝です。とてつもなく巨大ですが、これでもまだその一部に過ぎないようです。ボートから観賞している人たちがいました。巨大すぎて水しぶきがまるで雲のようになっていますね。道を進んで滝に近づいていきたいと思います。うっすら虹が見えてきました。林の道を歩いていきます。もはやこの地域全体が滝ですね。だんだんと滝に近づいてきました。くっきりと鮮明な虹が現れました。間近に来ると辺りは轟音に埋め尽くされています。近くで見るといかに巨大かということがより理解できます。滝の正面に来るとものすごい量の水しぶきが襲いかかってきます。しぶきという言葉では足りないほどの水量で、まるで強い雨が降りかかってくるのと同じようです。この場合上から降ってくるのではなく、横から雨が吹きつけている状態です。ずぶ濡れになりました。向こう岸はアルゼンチンの国土になっており、国旗が見えました。滝の付近には野生の花熊がうろうろしていました。こう見えて凶暴なんだそうです。せっかくなのでお土産屋さんで花熊のグッズを買いました。それではご視聴ありがとうございました。帰りはあと
国境を越えてみました。橋の手前でスタンプを押してブラジルを出国、向こう岸に着いたらスタンプを押してパラグアイ入国です。では出国して入国するまでの間、この橋の上はどこの国にいることになるのでしょうか。無事にパラグアイに入国しました。